セム、はい、泣いていた今日7件か7件ぐらいかな何件ですか、セム。俺さ、じゃあまあいいや、まあ今日は和歌山の夜でしたはい、まだ終わってないね。もうあとラーメン食って帰ります。今ラーメンね、はい、ラーメン行きましょう。行きます。で、棒がね、棒どっか行っちゃったんだよね。棒がね、棒どっか行っちゃった。棒ね、そう、だからお互い取り合うしかない。そうだね、お互い取り合って今からね、ラーメン食べましょう。行きましょう。はい、じゃあ歩きましょう、和歌山の夜。まあね、初日の夜だからね、まあ今日のところはこの辺にしといてやるか。デブって帰るからな。だけどさ、10キロデブって帰るぞ。嫌だな。だけどさ、だけど、キャバクラブスだったな。まあね、和歌山、まあ、まあ一緒に一度ぐらいね。だけどこんだけブスなかなかないよね。まあね、もう俺も最後テンション下がっちゃったな。あれ何？勝手に指名したの？勝手に指名なの？違うよ、もう女の子いなかったもんだろ。そういうことね。そういうこと。だから行ったってことね。そうだから俺たちがブスっていうこと自体がね、失礼だけど、失礼だよ。だけどお金を払ってる以上はさ、そうか、やっぱね、俺たちはさ、ブスって言える権利があるじゃん。なるほどね。そうだろ、ね、俺これいい店だったよ、あがたさんね。あがたさんね、これね、あがたさん、さっきのね、あがたさん、1軒目のね、1軒目の居酒屋、あがたさん、あがたさん、そうだね。どっから始まって、あそこも行ったし、あそこも行ったし、もう全部行ったよ、全部。和歌山ほぼ制覇。10分15分でね、そうそうそう、ワンセット分払ってあれしたけどね。そう、その後最後にさ、ワンセットいたらさ、60分が長くて長くて、俺3セットぐらいいたんじゃないかなと思ってさ。いや、可愛かったよね。いや最後ね、たくまんとこの可愛い子いるじゃん。そう、最後ね、最後の店はカラーズのすごい可愛い子がいるだけど、その子よりももちろん落ちるけど可愛かった。うん、そうだね。そう、あの子より全然落ちるよ、落ちるけど、で和歌山こんだけブスすぎるとすごく可愛く見えちゃった、カラーズの子の方がね全然可愛いけどね。そうね、早く歩いて。まあいいよ、早く歩いて、はい、早く歩いて。どこ、ここか、高丸、丸高か、ここだ、丸高ね。もうね、今日はね、ほんと俺も最後やっきりこいちゃったからね、食べるよ、もう明日朝からまた違うラーメン食ってるね。そうもう食べるよ。はい、丸高ラーメンね。どこでもいいよ、棒をどっかに落としちゃったもんね。そうね、丸高ラーメンさんです。はい、はい、チェンジチェンジ。はい、メニューはこちら、はや寿司、おでん、キムチ、餃子、チャーシュー麺、キムチラーメン、中華そば、おでんあります。さあ何食べるかね。でしょ、もう中華そば大盛り2つでしょ。じゃあそれしましょう。中華そば大盛り2つと、はい、餃子2、餃子、はい、餃子2、はい、はい、以上です。お願いします。餃子に大盛りに、はい、もうそれ以上食べれないです。いや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 、食べれるでしょ。いやいやいや、まあ今日はお疲れっすよ。じゃあ1日目の夜終わります、これで。とりあえずだけど最後へ終わりよければ全ておっしゃるね。そう、棒がなくなっちゃったんで、もう今日は手取り、ね、まあ帰ればね、俺のあるけど、とりあえずここの棒、ここに棒ありません。かっこいいね、棒あるじゃん、ここに。棒だから使い物になれへんまあね、この度はね、僕風俗行きませんからね、本当に。社長は毎日行ってくれりゃいいっす。僕は行きません、僕は風俗行きません。何の話ですか。だからもうね、あれです、全部今日7件行った。じゃあだから7件行った、キャバクラでしょ。7件行ってない、行ってない、全部今日7件行った。あれキャバクラっていうの。キャバクラさ、マジでキャバクラね、風俗営業っていうところでやってるんですよね。あ、そうなの、はあ、なんだ、じゃあ、はあ、行ってないな。あのブスを可愛いって言いながらさ、おいおいおい、そんなことない。俺は可愛いとも一言も言ってないし、指名も一切してないし、社長だけ楽しんでたけど、僕はタバコ吸いながらふーんって言ってただけ。ふーん、だけどあの子、その最後の2軒目の最後の2軒目のさ、うん、ブスだったけどさ、あれ可愛いって言ったさ、専務さ、じゃ一応手前ね、手前の10分で帰るからさ、社長さ、だから10分で帰っちゃうもんね、ごめんね、すごく可愛いけどねって一応言っといたっていう話よ。だけどブスだったじゃん、あれブスだったじゃん。だから手だよ、本当に俺はそういうの思いつつ、あんなブスを可愛いって言った専務がね、びっくりするよね。違う、俺は嫁が一番好きだから、そういうことも言わないし、心
僕は一切ないしね。僕は本当に真面目に生きてるんですよ、社長。やめてもらっていいですか。僕はね。いや、カットしますこれ。カット。いや。あの、エロいとこだけ使います。いや、無理。本当にキャバクラも嫌いだし、もう風俗なんで。じゃあもう明日からじゃあキャバクラ行かなくていいんだね。無理、毎日行く。それは行くよ、しょうがない。社長が行くんだから、しょうがない行くよ。本当に明日からじゃあキャバクラ一切じゃあ俺だけ行くんで全部ホテルで待ってるっていうので無理いいですね。俺行っちゃう。だって行きたくないでしょ。行きたくない。じゃあなんでじゃあ行かなければじゃあ一人でホテルにいるの怖いもん。やだ怖いのやだ。俺怖いの一番嫌いなもん。意味わかんないけどね。だからまあしょうがない、いやいや社長についていくよ。あ、そういうことね。そうじゃあ、うん、分かりました。お願いします。じゃあ明日もお願いします。もうねおめと嫁のお父さんお母さんすいませんだけど一番楽しんでるのは専務です。嘘僕はもう本当にね、あのキャバクラも嫌いだし、特に女性が苦手なんでもう話せないし、はい、っていうことでラーメンを待ってます。もうくだらないから。じゃあすいません、失礼します。ラーメン到着しました。すごい美味しそう。これ何すげえこってり系だよね。そうだね、見た目はね。ねえ、これもしかして、あ、どうでもないよ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、あ、髪の毛あるもんね俺。まあいいよ、じゃあ食べてよ。じゃあとりあえず全部食べるのをさ、ちょっとさあれしてさ、スープからね。誰かに取らないとだっていけないんだからさ。あ、明日井出商店取れますか朝から。まあ昼だからね。どうすか。あれだね、豚足じゃないんだけど豚の夏だけ。豚足まあ豚骨の出汁がめっちゃ効いてるよ。豚足のあ、ちょっとラーメンね。そうですね、麺ね。はい。むせるとこじゃないけど、うん、大丈夫。美味しいですか。美味しいですか。はい。これ食べて。全部食べてるのあれです。私もね、ちょっといただきます。まあね、さっきも言いましたけどね、あれ落としちゃったんでね。ね、いいと思います。違う、あれですか。棟梁の方ですか。そう、棟梁。うん、分かる。なんかもう、なんか棟梁ですよね。もう棟梁専務だよね。大丈夫、ハゲてない。いやハゲてないよ、うん、じゃあいいね。もともとハゲてるから。そうか。で最近ちょっとあれになってきたよね、うん、あのブラマヨのブラマヨのさ、ボコボコの方。違う吉田じゃない方。あの空いてる方。そうなんかそういう感じになってきたよね、うん、いいんじゃないの。でも似てないよ。社長行こうよ。いいよ、まあ、ゆっくり食べて伸びてもいいよ。だって俺別に伸びたラーメンを食べるのが俺の日課みたいなとこあるじゃん。そうだよ、うん、ねえ小杉さん。小杉だったから俺。小杉さんどうすか。小杉さん多すぎじゃね。小杉さんどうすか。小杉さん、おい、皆様コメントください。小杉さん頭を重点的に取るんじゃない。取ってね早く。あれだす、餃子もすごいそうな餃子来ました。来ましたね。はい、はい、もう社長餃子来たね。もう大丈夫です。ゆっくりどうぞ。今ね深夜のね3時なんですけどね。3時、うん、お客さんいないからね、うん、いいよ。まあニラが効いた、ソーシャルディスタンスバッチリですね。バッチリです。まあニラが、うん、聞いたね、小さめの餃子ね、うん、美味しゅうございます。はい、素敵です、うん、ニラが効いた、うんうん、なんか睨んでるもんねさっきからね、うんうんうん、だけど暑いな。珍しいね、ここまでねじり鉢巻きの似合う男いる今時。びっくりだよね、うん、まあ和歌山にはいないよ。いないよね、静岡でも多分ナンバーワンツーじゃねえかね。ここはねじり鉢巻きが似合うって。むせた？うん、むせたし鼻水出ちゃったからチェンジしてよ。いいよもう、早く食べて。もう出ちゃったからもう。じゃあ私ね、いただきます。はい、プースからね、プース。社長、酔ってないね、社長、全然。今日7件当たり前ですよ、専務酔ってる間に俺がね、酔う必要がないし。俺が酔ったら、どっかでさ、うん、終わっちゃうからさ。はい、細麺ストレートね、うん、いいね、社長、頭はげてないね、うん、
いいよ社長。ハゲてます。ハゲてます。ちょいこすね。ちょいこす。ちょいこすね。ハゲねえよ。いいね、その阪神タイガースみたいなさ、うん、あのタオル。これ鉄骨マンチョね。富士急の鉄骨マンチョ。静岡県民としては富士急の鉄骨マンチョ。富士急はね、山梨だからね。あ、そうか。そうだよ。静岡みたいなもんだよ。まあね。ダブル食いね、ダブル食い。あ、いいね。うん。何、富士急で買ってきたの？ほら、あ、そう、うん、誰と誰と行って、あ、昔の、昔は、あ、昔のね、昔は、うん、うちらね、ど真ん中で居酒屋やってたじゃん。おう、ほいでさ、その時さ、おう、バイトの子2人いたじゃん。おいおいおい、おい、聞いてないそれ、誰？じゃあバイトの子、おう、いたよ、いっぱいいたよ、男と女、いっぱいいたよ、いっぱいいた、いっぱいいた、男と女しかいないけど、その子たちに結婚したんだよね、子供生まれて。誰？名前忘れたけど、おう、いたの、うん、その子たちに富士急行くって言って言われたの、うん、だからお金渡してこのタオル買ってきてって頼んだわけよ、うん、その頃はまだ恋人ね、うん、だから今子供ができて結婚してて今幸せ、うん、イエーイ、うん、おめでとうに買ってきてもらったの。そう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 、あ、そういうことね。あ、なるほどね。だからお前らの分も買っていいよって言って話をして、あ、お小遣いあげたってことね。そう、もちろん、ね、あ、もちろんね。なんだ、そういう裏話があったんだ。知らなかった。だから俺にだけお土産ないんだ。違う、お土産じゃねえ、買ってきてもらったんですよ。そういうことね。はい、いただきます。うん、おいしい、おいしい。ね、なになに、なに、もうすいません、もういい話は終わったんでね、うん、ちょっとこの辺に置いて食べます、今からね。マヨジがね、はい、はいはい、ほい、こうやっていきます。すいません、ラーメン見なくて。食べるよ。はい、食べるよ。いただきます。いただきまくります。まあ、ここから全部ね、うん、早送りなんで、すいません。厚揚げ、たけのこ、ちくわすじ、食べたけのこ、はい、で、ビール全部飲むの？だけどね、これ全部飲んだ方がいいだよ。マジで？なんでか知ってる？なんで？次なんで、すごい楽。ああ、酒がね。そう、酒がね、すごい楽で、無理しても飲みたいとかじゃないですよ。次の日ね、すごい楽。なるほどね。イケメンやろ、胃にあったかいもの入れるとね。あれって狛江で撮らずに古山の小山でウイスキー撮ったのね。通うしかないっすわ。やばい、やばい。ごちそうさまでした。和歌山県の丸高さんでね、ラーメンを食べさせていただきました。ものすごく美味しい。皆さんもね、ぜひね、機会があったら来てみてください。ご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあね、みんなバイバーイ。ゲップ出ちゃった。あと30分後には起きる。